フロリアン・グリリッチは、オーストリア・ニーダー・エース・ター・ライヒ州のイン・キルヒエン。出身のプロサッカー選手。オーストリア代表。ブンデスリーガ TSG1899、ホッフェンハイム所属。ポジションは、ミッドフィールダー。2008年に、s k n ザンクトペルテンでプレーを始めた。2013年1月、ベルダー・ブレーメンに移籍。2013-14シーズンは、 U19 チームとリザーブチームを行き来した。2014-15シーズンはリザーブに固定され26試合で9ゴールを挙げた。2015年8月開催の DFB ポカール1回戦、ビュールツブルガーキッカーズ戦でトップチームデビュー。延長を含めた120分間フル出場し、アンソニー・ウジャの決勝ゴールをアシスト、 1>, 1から0の勝利に貢献した。同月、シャルケレイオン戦で、ブンデスリーガデビュー。70分に、クレメンス・フリッツと交代で入ったが試合には0から3で敗れた。10月、DFB ポカール2回戦、1、FC ケルン戦で、トップチーム昇格後初ゴール、1から0の勝利に貢献した。試合後、ファン投票によるマンオブザマッチに選出された。 2017年1月16日 TSG1899 ホフェンハイムと2021年までの契約を結んだ2017年3月28日のフィンランドとの親善試合で A 代表デビュー2018年3月27日のルクセンブルクとの親善試合で代表初得点を挙げたありがとうございます